こんにちは、まんなわです。今日は春物のコートを探しに来ました。で、ブラックバイマウジーとスライト、ペギーラナとで悩んでまして、ペギーのものを、実物を見に来ました。早速見ていきます。大人っぽい、これもかわいい、なんか大人な女性。そうで、今回私もうすぐ今月イメチェンもしようと思ってるんですけど、大人っぽくなりたくって、もう今年28だから。で、スライのトレンチ、まあ普通のスタンダードな感じで使いやすそうだったんだけど、ペギーの方が素材がいいんですよね。で、ブラックバイマージーのはちょっと個性的な形だから、まあどうしようかなって、まあペギーのを見に来たみたいな感じです。あ、これです。私が気になってたトレンチコート、じゃーん、かわいい。今これ私手長めなんで2番着てます。身長は159センチです。かわいい。腕が短い感じ、丈感とかはそんな変わんないですもんね。腕が一番目立つくらいですね。そうですね。あ、出た、見せる感じのやつですね。あ、かわいい。あ、え、めっちゃかわいい。これ1番 S サイズの方、え、めっちゃかわいい。形かわ、え、かわいい。え、ってなったら腕は別にあれだけど、1番すっきりする、すごい。なるほど。これがベージュ、合わせやすいベージュ。素材に張り感があるから全然シワになんない。普通に使えるわ。ネイビーが似合わない。このワンピは横を全部止めても着ていいし、こうやって開いて着てもいいし、斜めに引っ掛けて止めて着てもいいっていう、超可愛い。オールブラックに黄色を羽織ってみてます。こういうちょっと色を使ったコーデを春には調整したいので、この黄色に決めた。スタッフの皆さんが大人コーデをたくさん着させてくれました。というかコーデを組んでくれた。ありがたや、普段出会えない自分に出会えたところで。そうです、はい、それとこちらのワンピースのサイズ S サイズ、はい、1です、はい、1,480円お返し、はい、ありがとうございます。ちなみにお姉さんも今日は白とイエローの、はい、かわいい大人だわいろいろご提案いただきありがとうございました。良き買い物、ありがとうございました。ギュッとやったぜ。ではお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。というわけで帰宅、はい、買ってきました。改めて今回買ったものをご説明しますと、まずワンピース、これですね。ネイビー私苦手なんですけど、こういう暗めのネイビーだったらいけるので、横に引っ掛けるのがついてるんですよ。パチンって止めるのが何個もついてて、その止める場所を自由自在に変えられてっていう。結婚式だったりとか、まあ、あとはスニーカーで合わせて足元とかカバンとかでカジュアルにして着たいなと思って、ちょっとこれは2万3000円で高いんだけど、このシルエットに一目惚れしたから買っちゃった。とイエローのトレンチを買いました。もう一目惚れした、ほんとベージュ買いに行ったんですよ最初。そう、なんでベージュを買いに行ったのにこれを買ったかっていうと、まあ色が綺麗で、なんでベージュが欲しかったかっていうと、去年このローズバットですごい、もう今シワクチャなのが分かりますか、
このゆるいトレンチコートを買ったんですよ。でこれをめちゃめちゃ着てたんだけど、こうやってすごいシワになるのが気になって、でめんどくさがり屋の私はアイロンとかかけるのめんどくさいから、張りのあるベージュのトレンチ、普通のシンプルなトレンチを探して、今回ブラックとスライとペギーで悩んで、まあ、結果ペギーで買ったわけなんだけど、コーデは遊ぶのもいいかなと思って、普段そのモノトーンが多いので、黒白グレーたちだったらこれすごい合わせやすいし、デニムもまあちょい青系のやつとかだったら合わせやすいし、で中ちょっとロゴティーとか着てみたいな感じで、こう雰囲気変えて着るのもありかなと思って買ってみました。でこれは2万1000円。そう。これに私びっくりして、すごい生地の量を使ってるので、上品なやつなのに、2万1000円。これはね、働いてるから断言できるけど、マジでお得すぎる価格なので、買いました。このイエロー、イエローって思う方もいるかもしれないんですけど、こういうちょっとくすんだイエローだったら、色物苦手な人も意外といけちゃうものだと思います。無難がいいなっていう人は、ベージュがやっぱトレンチはおすすめかなって思いますね。というわけで、今回そう、イメチェンして、ちょっと大人っぽくなっていこうかなって思うので、こう喋ったら、あれこいつ大丈夫っていう感じだけど、見た目だけでも徐々に大人っぽくなろうかなと思ってるので、引き続き神田間劇場よろしくお願いします。というわけで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。